家庭訪問とは、教師や牧師などが家庭を個別に訪問すること。教師の家庭訪問は、主に小中学校において、児童、生徒の家に訪問し、学校での様子、成績の状態などを親に報告し、学校と家庭の連携を図る行事である。4月下旬から5月上旬にかけて、学校の教育計画に基づいて実施されるものを、一般的に、 家庭訪問と呼んでいる。かつては、教師が部屋まで通され保護者と談笑するのがごく、自然な形であったが、ゆとり教育制度の実施以降は、玄関先で済ませるという風潮が強くなってきている。生徒宅に上がる場合に、教師は、生徒の生活実態を把握するため今や子供部屋を、見るが、近年深刻な社会問題となっている、モンスターペアン詰めた保護者からは不満の声が年々、 増加傾向にあるため、自粛する傾向が強くなってきている。逆に時間の都合や、保護者にお茶出しなどの余計な手間をかけさせないといった、現代的な事情が理由で玄関先で済ませる場合は、事前に、学級通信などで、玄関先で失礼しますなどと告知することもある。これら諸事情が要因して、訪問時間は10分から20分程度と短縮された。17 8世紀の欧州では、牧師が家庭を個別に訪問し、生活態度の確認や、教会知識をどの程度習得しているかをチェックすることが行われていた。教理諮問については、特にスウェーデンのものが有名である。スウェーデンでは、1726年の教会法により、家庭訪問時に教理諮問を行うことが定められており、国民は教理諮問が義務とされた。 当時の農民は、教理諮問が近づくと、仕事そっちのけで勉強に励み、そして、教理諮問が終わった後は宴会を開いたという、近代統計制度の国際比較2007年12月 ISBN9 兆7848億18819665。ありがとうございます。